応答語をつけると丁寧な言葉になります。でも応をつけることができる言葉と語をつけることができる言葉は違います。皆さん、こんにちは。アエルです。今日は、ツイッターじゃないわ、X でもらった質問に答えます。はい。まず、私がこんなツイートをしました。Japanese put o before some words to be polite. 日本語は、丁寧にするために、言葉の前に o をつけます。例えば、金はお金、豆はお豆、茶はお茶、鍋はお鍋、米はお米、母さんはお母さんですね。皆さん、これらの言葉はわかりますか？大丈夫ですか？アニメで聞いたことがありますか？金がないよりもお金がないの方が丁寧ですね。米食べたいよりもお米食べたいの方が丁寧ですよね。こんな感じで名詞に O をつけると丁寧な言葉になります。で、この投稿を私がしたのですが、質問がありました。 But sometimes go as wellRight? Yeah, right. For example, ご安心、ご覧、ご確認。I am told that whether it is o or go depends on whether or not the word was originally Chinese. That's right. Okay. あ、はい。そうですね。でも、時々、ごも丁寧な言葉になりますよね。そうです。その通りです。で、この方は、おかごどちらにするかは、その言葉が中国から来た言葉かそうじゃない言葉かによって分けられると聞いたことがあると言っていますね。まさにそうです。素晴らしい。おもごもその後に言葉をつけることで丁寧な言葉になります。その通りです。で、どのような違いがあるかというと、おをつけるときはおの後ろが和語です。和語、わかりますか？もともと日本にあった言葉です。訓読みと言いますね。漢字は訓読みです。和語、訓読み、日本にあった言葉はおをつけます。で、語をつけるのは中国から来た言葉です。漢語と言います。音読みですね。漢字の音読み、だから応と語をつけると丁寧な言葉になります。でも応をつけることができる言葉と語をつけることができる言葉は違います。ちょっと例を出しますね。応をつける言葉はお金、お酒、お上手、お兄さん、お元気ですね。で、語をつける言葉は、ご確認、ご連絡、ご住所、ご気分、ご病気ですね。お確認とは言いません。お連絡とも言いません。ご金も言いません。ご酒も言いません。だから、言葉を丁寧にするために、をつけるか、語をつけるかは単語によって変わります。で、もう一つ質問がありました。That's wonderful to know, but how does a Japanese learner know when to use o and when to use go? これを知れて嬉しいです。でも、日本語を勉強する人は、o をつけるか、go をつけるか、どうやってわかりますか？という質問ですね。そうですね。これは、覚えましょう。覚えてください。
さっきも言いましたが、お金は言いますが、ご金とは言いません。お酒も言いますが、ご酒は言いません。お上手ですねは言いますが、ご上手ですねは言いません。これは皆さん聞いたことありますね。お兄さん、お兄ちゃんも、ご兄ちゃん、ご兄さん言いませんね。はい。なので、丁寧にするときに、をつけるか、ごをつけるかは、覚えてください。はい。日本人も覚えています。おとごの違い、わかりましたか？日本語には、敬語という言葉があります。知っていますか？先生や、年上の人、ビジネスの場で話すときに敬語を使います。今回のおとごをつけて丁寧にするのも敬語の一つですね。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに面白いことがあるので紹介します。名前を聞くとき、何と聞きますか？お名前は何ですか？ですね。お名前は何ですか？ですね。お名前をつけますね。でも、ごをつけて名前を聞くこともあります。ご指名は何ですか？ご指名、ご指名。名前と氏名は同じです。なので、お名前は何ですか？と、ご氏名は何ですか？という二つの言い方がありますね。あとは、お友達。お友達はいますか？お友達は何人いますか？友達の前にはおがつきますね。でも、ごを使う。友達もあります。わかりますか？ご友人です。ご友人はいますか？ごをつけると友達じゃなくて友人に変わりますね。だからお友達とご友人は同じです。あとは、お住まいですね。お住まいはどちらですか？これはどこに住んでいますか？という意味です。お住まいというのは住んでいるところですね。お住まい、住まいの前におがつきます。これもごをつけたらどうなりますか？住んでいるところ、ご住所になります。住所、住所という言葉は聞いたことがありますかね。お住まいはご住所と同じです。はい、同じ意味でも、おとごをつけることで言葉が変わるものもあるので覚えておいてください。はい。またわからないことがあれば聞いてください。バイバイ。